ロルカは、スペイン・ムルシア州のムニシピオ。ムルシア州とムルシアの南西約60キロメートルの距離にある。ロルカ周辺には、すでに青銅器時代から人が定住していた。古代ローマ時代は、エディオクロカ、ムーア人支配時代には、ルーカと呼ばれていた。市内の旧市街は、アラブ支配の名残の狭い通りと工事が続いている。レコンキスタ時代、ロルカは、 カスティーリ王国とクラナダ王国との境に近接した危険な国境の街だった。市の要塞の名残を留める四角い塔が街の多くの場所から見られる。アルフォンシーナ塔はカスティーリアをアルフォンソ10世にちなんで名付けられた。2011年5月11日に発生したスペイン南部地震はロルカを震源としており、ロルカ地震とも呼ばれる。この地震は マグニチュード5.1の直下型地震であり、深さは2から3キロメートルだった。ロルカでは住宅の約80%が何らかの被害を受け、ロルカ城を含めて33の文化遺産が被害を受けた上に、この地震による死者9人すべてがロルカの住民だった。ロルカには中世以降に建てられた耐震構造を備えていない建築物が多いために被害が拡大したとされる。 2011年のスペイン南部地震でのロルカ市の主な被害震源、建物の被害、死者セマナサンタ18世紀、ロルカにはバロック様式の教会がいくつか建てられた。旧市街には同時に貴族の邸宅も建てられ、現在修復された。これらが歴史の足跡を今に伝えている。19世紀以後、毎年受難州の間礼拝更新が行われるようになった。 ロルカの礼拝行進は華やかさと敬虔な信仰心が入り混じった様相から非常にユニークである。ローマ兵士たちと四頭立て二輪戦車がバロック様式の聖人像と交代し、素人が成りきるエジプト女王クレオパトラ七世、ネロ、悪魔や、その他聖書、歴史上の人物が出しに乗って現れるのである。中世の要塞は国立の宿泊施設パラドールへ変えられ、 遺跡はパワーショベルで運び出された。シナゴーグとユダヤ人列島の跡が要塞近くで見つかっており、考古学者らの厳重な抗議にもかかわらず作業が続けられている。土地と水の大半が数世紀にわたり、少数派の大土地所有者、カトリック教会の修道会に握られた後、1960年代にロルカは緩やかな経済成長を始めた。今日も未だ、 地域の商業中心地となっても、経済は農業と養豚を基盤としている。ソルトペッパー、火薬、鉛加工も同様である。ロルカは、エクアドルやモロッコといった低所得労働者の移住のため人口増加が起きている。ロルカは、ほぼ乾燥した谷の中にあるグアダレンティーン、川周辺にある。事実、農業は、スペイン中央部のタグス川から引かれた水に角に、 依存している。灌え用水路は中世のムーア人支配時代にムルシア中に惹かれた。ありがとうございます。